マトリョーシカ人形の典型中身を並べる。マトリョーシカ人形は、ロシアの民芸品の人形である。単に、マトリョーシカとも言う。ロシアのリーダーのマトリョーシカ。胴体の部分で上下に分割でき、その中には一回り小さい人形が入っている。これが何回か繰り返され、人形の中から、また人形が出てくる、入れ子構造になっている。入れ子にするためではなく、 胴体とやや細い頭部からなる筒状の構造である。5から60程度の多重式である場合が多い。マトリョーシカという名称は、ロシアの女性名から来ている。それぞれの人形には、スカーフ姿の若い女性の像が描かれているのが、本来であるが、レーニオをはじめロシアソ連の歴代指導者が描かれたものや、動物など、人間以外のものが描かれたものなど、絵柄は各種に広まっている。 日本にもマトリョーシカ人形と同じ作りで、ダルマなどのイレコ人形がある。上記の通り、マトリョーシカは女性名であり、イレコという意味はないが、その意味で多く使われている。1900年のパリ万国博覧会で、銅メダルを受賞したのを機会に、ロシア帝国各地でいろいろなマトリョーシカ人形が作られるようになり、ロシアの民芸品、土産物として知られるようになった。 パリ万博以前の歴史はそう古くはないようだが、そのルーツとなるものはいくつかの説が挙げられている。1890年代半ば、モスクワ郊外に住む S.I. マーモントフップ人と画家 S.V. マリーチンとザゴルスクのロクロシブイズビオズドチキンによって、モスクワの工房、子供の教育で制作されたという説。19世紀末、神奈川県箱根町にあったロシア正教会の秘書官に、 やってきた、ロシア人修道士が、本国への土産に持ち帰った箱根細工の七福神の、入れ子人形が、マトりょしかの元になったという説。20世紀初頭、愛媛県、松山捕虜収容所で、日露戦争で捕虜となったロシア兵が、愛媛の郷土玩具の一つ美目だるまを真似て作ったという、説。しかし、日露戦争は1九百四年から1九百五年の、出来事であるため、 三の説は1900年にパリ万博でマトリョーシカ人形が銅メダルを獲得している事実と明らかに矛盾する。日本ユーラシア協会では1.2の説を採用している。他にはモスクワに近いセルギエフ・ポサードにある美術教育玩具博物館にはマトリョーシカの第一号と箱根在庫の七福人入れ子人形が展示されており、高山正幸は辞書において 日本から教わったという胸の演技を記したキャプションがあると述べている。ロシアで国営工場があったニジニノブゴロド州では伝統工芸が盛んな州とニジニノブゴロドにあるセミオーノフをマトリョーシカの発祥地としており、ニジニノブゴロド州観光サイトや同州と交流のある宮城県が記している。といった由来説もある。ソビエト社会主義共和国連邦中日大使館。 広報部、今日のソ連法、1984年12月1日、沼田元気、コケ氏ロシア旅する、日本経済新聞2013年11月14日、始まり港、まトりょうしか七な福コケ氏から、読売新聞有刊2018年9月18日、高山正幸著、変味自在、サダムフセインは偉かった新庁舎2007年、 ロシア連邦、ニジェゴロド州との経済交流について宮城県。ありがとうございます。